こんにちは。はじめに森山監督、中島選手、5月の月間表彰おめでとうございます。まだ声に出して言えてなかったので、今回言えてよかったです。皆さん、さらなる受賞を狙ってください。すでに受賞している方は受賞回数を重ねましょう。さて、話を切り替えますが、今回劇的な幕切れとなりましたね。やはり上位相手には甘さを見せると即失点につながるというサッカーの怖さを思い知らされた試合でした。個人的には長崎戦っていつもなんか相手寄りの判定なんじゃないかなって思うことが多いんですけど、今回もそういう試合に見えて、それでも強いチームっていうのは、誤審とかあってもそれを跳ね返して勝つので、現場目線で見たらまだまだ仙台には強さが足りなかったんだなと思いました。ここから監督や選手たちが本気で昇格を目指すんだったら、もういい教訓になりましたとか、いい勉強になりましたって悠長に言える時期じゃないことは分かってほしいんですよ。もう後半戦始まってるので、強いチームは、昇格するチームはここから加速して昇格まで一気にいきます。仙台もその流れに乗ってほしいです。それでは今回の宣言こちらです。信じる力。この信じる力っていうのは、思う力っていうのは本当に、サッカーだけではなく人生でも大事だと思っていて、サッカーに限らず他の分野の偉人の方も言ってたんですけど、異口同音に心の底から真摯に信じる力は大切だと。今日の試合に関して限ると、私は後半の1対1っていうスコアを見ていて、あとサポーターの現地 の本当に喉から出るほど2点目が惜しいんだ、勝ちたいんだっていうのが今回すごい伝わってきて、私も同じくそれをすごい願っていて、結構確信めいて仙台これ2点目入りそうだなっていうのはありました。本当に真摯に思っていたので、現場からもそれを本当に感じましたし、サポーターの声援からも本当に勝ちたいんだっていう感じが。で、岩下のよく魔物がいるって言われるんですけど、それでアウェイの選手たち美味しくさせてくれたこともあり、それはサポーターがしっかり真摯にチームをサポートしたからと思うんですけど、でその目を覚ましてくれたことにより2点目が入ったと。上っ面で、今日勝てるんだなとか、勝たせっかと思うんじゃなくて、心の底から本気で勝利を欲する、今日の試合勝つんだっていう信じる力が改めて重要だなってのは思い知らされました。今季に関してはカップ戦2つとも敗北に終わらせてるので、今日の試合は絶対勝ってほしかったんですけど、さっきも言った通り後半戦なんで、もう勝ち点3は確実に進まなきゃいけない時期なので、本当に今日の試合をいい引き分けだったって振り返れるように
残りの試合生かしてほしいです。心の底から仙台の勝利を信じて、現場もサポーターの私たちもチームをサポートできればと思います。2失点目の、ファンマが誰と競ってたかって私確認したときに、マセかな、マセか姿かなと思ったんですけど、ちょっと間違ってたらごめんなさい。でもしマセが競ってたとしたら、マセに競らせるのはちょっとおかしいのかなと思うんですよね。フィジカル的に。もしそうだとしたら、一番嫌なフォワードを、まあ、そのマセに押し付けたのかなと思えるので、それは絶対にやめた方がいいです。一番強い人はやっぱりファンマに競らせるべきでしたね。あと、まあ、有田さん、私あんまり、まあ、見る試合で見る機会がないんですけど、ルヴァンに見た時足速いなと思って、まあ、今日も2点目の起点になってましたし、まあ期待してる相良さんが最近全然良くないので、思い切って先発でも見てみたいなと思いましたけど、一回、まあ、姿も東也もあのヘディングはやっぱり決めてほしかった。ああいうとこ確実に決めるチーム本当に上位に行くので、惜しかったら終わらせたら絶対いけないですよ。さて、ゴーケ、素晴らしいヘディングありがとう。松下もナイスゴールでした。林も早く勝利で高い点数つけていきたいです。次ダービーなんで、皆さんにいい結果得られるといいですね。今回も現地にいたサポートの皆さん、お疲れ様でした。負けられない試合が続きます。次もダービーなので、現地で熱いサポートをお願いします。私も見に行ける試合、現地に行きますので。それでは引き続きよろしくお願いします。